ファイティングポーズを。こんばんは、フリーダムズチャンネルです。今日はですね、フロープレスさんの本日の練習でさせていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、オズ祭りとかね、いろいろお世話になっておりまして、練習に行きますよと言ったんですけど、なかなか行く機会がない。練習を一緒にさせていただくということで、はい、最後ね、練習した後にちょっとゲームもねしたいと思ってますんで、ちょっと今日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあ、練習はまずちょっとね、打撃からやっていきたいと思うんですけども、うちでもちょっとウォーミングアップでやってるちょっとタッチゲームをちょっとやりたいかなと思うんですけども、じゃあまずうちでやってるのは、打撃で普通に体を距離ですね、当てる距離で一歩ね、ペンドルのままちょっと入れていいんですけど、肩か足をタッチしに行ってもらう。それをステップで避けてカウンターまで見せる。ここまで見せる。足でもいいんでタッチ。タッチされたら負けです。逆に今度は避ける方は、来たら避けてカウンターね、タッチタッチしたら、こんな防御してる方が勝ちです、ね、これを1分間交互にゆっくりでいいんで、1回っていう感じでやってますね、初めのウォーミングアップになったら、
始め。最後ね、みんなね、いろいろ
かっこいいね、もうあれで十分ね、お腹いっぱいなんですけれども、ちょっとね、ゲームもね、ちょっと入れたいなと思いまして、叩いてかぶってジャンケンポンをちょっとね、勝負してもらおうかな。これで、いや、分かったりするかな、分かんない。こうやって、はい、例えば、こうやってジャンケンで叩いてかぶってジャンケンポンって負けたら、これで殴ってくるんで、こうね、叩いてかぶってジャンケンポン。叩いてかぶってジャンケンポイ、はい、どうでしょう。わー、勝負だ。よし、叩いてかぶってジャンケンポイ。おお、早い、ね、じゃあ行きましょう。はい、やっぱりですよね、これ取れないな、行きます。はい、はい、いいね、はい、叩いてかぶってジャンケンポイ、はい、これでしょ。あー、叩いてかぶってジャンケンポイ。おい、マジからいいんだな、お前やな、もう変わりだ、叩いてかぶってジャンケンポイ。あー、叩いてかぶってジャンケンポイ。あー、よろしくお願いします。はい、今日は本当に皆さんどうもありがとうございました。ありがとう。